大阪府立福井高等学校は大阪府茨城市西福井にある公立の総合学科高校。昭和末期バブル時代の生徒急増期に府立149番目に新設されたマンモス校。段階ジュニア世代の進学する1980年代の高校生急増期対策で新設された府立校で最後となる1984年に開校した6校の一つ。 教育課程は、全日制課程で普通科を設置していたが、平成期の少子化に伴う大阪府教育委員会の府立高等学校特色づくり、再編整備計画で、東廃合の対象校となり、2001年に普通課総合選択制に改編された。普通課総合選択制では、生徒は2年次に、国際コミュニケーション、福祉ヒューマニティ、スポーツ健康、情報表現、 環境自然、理数の6つのエリアの中から1つを選択。また独自のドリカム講座も設置されていた。2015年度に再び改編され総合学科へ転換。生徒は国際コミュニケーション、福祉保育ヒューマニティ、健康スポーツ、情報メディア、芸術ライフ、総合サイエンスの6つの系列から選択する。その他、センター試験対策科目や、 練習科目、実習科目が自由選択科目として配置される。その他、移行種や福祉施設との交流を推進している。なお、京都府の茨城大からの越境通学が特別に認められている。最寄り駅が遠いため、バス利用方法などについて詳細が公式サイトのアクセスページに掲載されている。なお、周辺にコンビニエンスストア、スーパーマーケットなどの店舗はない制服は、 ジャケットスタイル。セーターやベストもあり、女子もスラックスを着用できる。高知は建設前の調査の際に約4000年前の縄文時代中期の船本式土器、北、白川 C 式土器などが出土。西福井跡と名付けられている。ありがとうございます。